はい、今回もドラクエウォークやっていこうと思います。強敵キングリザードの心が S4 つ分揃いましたので、各ランクの心のドロップ数とか討伐数を見ていこうと思います。はい、こちらの右、左の画面ですね、キングリザードのモンスターズ館の画面です。まあ S4 つ分が揃ったんですけれど、これまでの討伐数がですね、はい、206匹と、なりました。でですね、まあ今回 S 直 S が3つ、ね、結構、あっさりと来ましたので、まあ、S4 つ分が、すんなりと、まあ、揃ったという形になります。で、まあ、ちょっとね、早速、ちょっと工房の方を見ていこうと思います。で、まあ、こちらの方で S4 つにね、しようとは思っておりますが、ちょっとだけ、ですね、こちらの方なんですけれど、はい、キングリザードのね、報酬の方なんですけれど、まあ、初回レベルのね、こちら、レベル30は、はい、攻略をしたんですけど、累計討伐がね、マックス170万行く前にですね、まあ、S4 つが揃ったという感じ。まあ今回はね、これに関しては運が良かったかなと、はい、思います。はい。ということで、まあ、グレードアップの画面を、まあ、見ていきます。まあ、今、直 S がですね、まあ、3つというお話をしたんですけれど、まあ、画面としてはね、ちょっと待ってくださいね。ここになりますね。はい。上にありますのが、はい、キングリザード S が3つ、あります。まあ、ちょっとね、見にくいかもしれません。で、まあ、その下に A、B、C と、まあ、あるわけですね。はい。というわけで、まあ、ちょっと C の方からね、グレードアップして、まあ、順次ね、S、A を作って、まあ、S を作ってという形にしていこうと思います。というわけで、ちょっとお待ちください。はい、ここはね、スキップしていきましょう。はい。で、B が1個増えたので、さらに A を、まあ、1個増やそうということでございます。もう1個くらい作らなきゃいけなかったかな。はい。ちょっとね、あと1個足りなかったですね。はい。ちょっと失礼しました。ということで、今 B が4つあるのかな。はい。B が4つありますので、ここで A をもう1個作ってですね。はい。次で、A が5つできましたので、ここで、はい、S に。グレードアップしようと思います。ちょっとここだけ、まあ、見ていきましょう。はい、キングリザードの心 S にグレードアップできました。まあ、これでね、S が4つになったんですけれど、ちょっとコストとかね、いろいろ見ていきたいと思います。コストが128で、はい、最大 HP がね、77と結構低めですね。身の守りも45と低め。耐久力はちょっと問題があるかもしれないですけれど、はい、力が116ということで、もうトップクラスになります。まあ、アトラスに近いようなね、ステータスになってくるのかなと思います。素早さ96、器用さ92と、まあ、こちらはね、十分なところかと思います。特殊効果なんですけど、はい、斬撃ダメージ。大義がないんですけど、はい、斬撃のみ、プラス 3%。そして、メラ属性とバギ属性の斬撃大義が、まあ、それぞれ 5% ずつ。ドラゴン特攻、はい、プラス 5%。はい、混乱耐性 5% というところで、まあ、メラとかバギーだとね、最強セットに入ってくるのかなという気はします。まあね、力はね、十分高いので、まあいろんなところで最強セットには入ってくるのかもしれないですね。はい。というわけで S が4つ分、揃いましたということで、あとはですね、ちょっと、まあグレードアップなどをして、まあ一番効率の、心中ポイントのね、効率のいいところを、まあちょっと今調べてみます。はい。はい、今調べたところですね、B までグレードアップして、真珠ポイントに交換するのが、まあ一番、はい、効率がいいみたいということなので、まあこの後ね、ちょっと地道な作業を繰り返して、B にしてですね、まあ B までグレードアップしていこうかなと、はい、思います。はい。ということで、まあちょっとね、この後は、はい、ボーナスダンジョンをやっていこうと、はい、思います。ということで、まあ、ボーナスダンジョンね。まあ、週にね、3回できるんですけれど、とりあえず、はい。今回はね、確か3回目になったかなと、はい、思います。あ、これ、こっちですね。はい、こっちですね。はい。ということで、挑戦可能というわけで、ちょっとね、ちょっとパーティーを、はい、変えます。レベル上げ用の、まあ、パーティーですね。しておこうと思います。はい、こちらですね。はい。ちょっとね、魔物マスターを入れて、フィールドのね、で狩りをするとき、魔物マスターを入れてることが多いので、ちょっと魔物マスターのレベルがですね、ちょっとだけ上がり
やすいので、ちょっとね、魔物マスターのない、パーティーでですね、このボーナスダンジョンなどは、はい、チャレンジをしていこうという形です。はい。というわけで行きましょう。これはですね、スロットマシンが3回できるという形になります。まあ、絵柄が揃うとですね、経験値、ゴールドが、まあ、たくさんもらえたりします。はい、ちょっと今回ね、扉の演出のお話してなかったですけど、はい、確かね、こっちだったかな。はい、扉の演出がちょっと派手じゃなかったなと思うんですけれど、まあ、派手な演出、まあこれみたいにね、派手な演出だと、結構大当たりが出やすい、だったりするんですけど、まあ、今回はね、派手な演出ではなかったということで、まあ、あまり、大当たりは期待できないのかなと、はい、思います。まあ、とはいえですね、演出がしょぼくても当たらないことは、まあ、ないみたいです。はい。当たることは当たるんですけれど、まあ、チャンスとしてはね、まあ、こっちの、綺麗、まあ、ピカピカ光ったですね、演出の方が、まあ、当たりやすいということのようです。あれ？ちょっと待って。はい。ちょっと止まりましたね。はい。というわけで、外れ外れと続きました。はい、3回目ですね。はい。ということで。どうでしょうか。はい。ドルマブレス。はい。というわけで、まあ、3回ともね、うん。はい、外れでした。というわけで、はい、ということで、まあ、経験値2万と34,500ゴールドというですね、まあ、あまり面白くない結果になりましたが、まあ、動画をね、見ておられる皆様には幸運が訪れることを願っております。というわけで、今回はですね、強敵キングリザードの心が S4 つ揃ったので、まあね、いろいろなドロップ数とかね、討伐数とかを見てきたということでございます。はい、そんな感じで今回終わろうと思います。ではまた、おつ。